動画に残ってると嬉しいよね、家族。萌えちゃん始まりました。パパも萌えちゃん見るの好きだよ。身内に熱烈な萌えちゃんファンがいて嬉しいです。今日は家族で夕飯を食べに来ました。たまに見ちゃうもん。パパのよりもママです。そうだよ、ね、大きいもんね。そうだよ、唯一好きなのがあるなら食べ物を食べて食べて。あ、そう。あれだけは唯一だ。健康の動画。あれが全部。ママの動画のな方はみんなで楽しめる。ゆったり感。ゆったり感。誰にもプレッシャーを与えない動画を意識してた。あ、そうなの。パパプレッシャー与え続けてる。だから何々だから何々しなきゃ。そう。マフィン届いてさ。あー、バイ。うん、でした。ルネサンス。ここはチーズケーキ。食べて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 。シンガポールは日本よりも何がすごい？いろんな人がいっぱいいる。いろんな言葉を。そう、惜しい。正解がある。それぞれの意見じゃない。ママは結構95度で話しかけられる。ああ、なるほどね。日本人でよくわかんないと。あと多分ママちょっと派手だから日本人としては。そうか。中国感があった。パパ中国語であんま話しかけられない。本当。見られない。食べたい食べたいよ。美味しそうです。ステーキとチキンとサーモン。サラダ。美味しそうだね。どうぞ。いただきます。グリルのフジロックフェスティバル。早く食べたいのに。あつまろさん。あ、違う違う、あつひこさん。あ、そのままや。あつまろ。食べよう。大きいハンバーガーの食べ方の正解がよくわからない中田家の皆さん。これはね、一口で食えないな。だからこうやって美味しそう。こうやってこれで食べてもいい。くじるすごい。これはハッピー
最近早朝のちょび散歩を楽しんでいる敦彦さん。ダメかな、トロトロしてる、あの生クリームとか多いかも。ほんまや、うん、まあいうチーズチーズというよりはクリーミークリーミーチーズだね。クリームにチーズ1、うん、そうです。美味しいね。私はいいことを飲みついたんだ。大したことじゃない。シンガポールに来てからずっとプリペイド携帯を使っている萌さん、何かいいことを思いついたそうで。プリペイドがすぐなくなるのが嫌だなって思ったんだけど、重課金すればいいや。重課金そうだ、いつも3,000円ぐらいちまちまやってたからすぐなくなるのがあって、1万円とかな、1回で3万円とかやっちゃう。3万円。そんなに恐れるんです。そうそれでも日本にいた時よりちょっと携帯が2ヶ月に1回3,000円を使ってもらって、ほぼ使ってもちょっと前くらいです。それいいかも。もう夜だ。お前、朝と同じ感じだな。こんな中ちょっと寒い。そうそう、街灯を打てていくの。でもあの、コンドとかの明かりは消えてるの。街灯だけがついてると店もほら明かりついてないから。そうそうそう、鬼格好の鳴き声と人々が何人かランニングしてる音とだけだから、すっごい気持ちいい。私も今度行きたい、週末に。いいよ、土日だったらいいよ。6時半出発だよ。起きたら着替えすぐ着替えて時間だし、パジャマの代わりにワンピース。寝るときかな。そういうことか。だからさ、髪の替えて髪結んでさ、靴履いたらこうでレッツ。多分ね、キャップかぶってマスクしてすぐ。ママ今日マーラーのチップスをさ、痛くならない。大丈夫だったけど、後から山椒の辛いのがずっとスパイシーやった。マーが山椒辛いで、ラーが唐辛子辛い。何それ、マーボーナス。マーボーナス、マーボー豆腐で、ラー油なんだ。ラー油、唐辛子辛い。マーとラーの違いが分かったらちょっと一歩進んだ気がする。ナイト敦彦、デイの敦彦とは一味違います。顔が黄色いです。黄色いですよ、ライトが当たって顔が黄色くなるわけ、自発的に。みんなでね、こうやって外でご飯食べれるの嬉しいね。ね、うん、
ママ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 。早くてね、早くて今2回にしか聞こえなかったけど、すごい早くて。うん、美味しかったね。美味しかった。橋の下は押して通らなきゃいけないよ。坂だから。パパとママの前を走ってはいけない。すごい綺麗。ハロー。リバーサイド。リバーサイド。インシンガポール。とてもいいね。とてもいいですね。いろんなね、お店がいっぱいあって、うん、東京で言ったら目黒川みたい。確かに目黒川沿いに雰囲気近いかも。中目黒っぽい感じで。ここ来てみたいな。ベルギー、うん、どっちでもいいよ。さっきすごい反応してたから。ベルギービール、あ、ベルギービールはね、美味しいのよ。ヒューガルデンとかさ、ビールの白ビール系のあの名門が結構あるなって印象があるから、美味しそうだなって思っただけ。うん、この時間に走るの気持ちよさそう。うん、夜もいいだろうね。うん、はい、じゃあまた。はい、萌えちゃんはいろんな日常を見せてくれて嬉しいです。またね。はい、またね。次回の萌えちゃんはセール価格でホクホクご自宅ファッションショーの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。